こんにちは。私は出会いというジェノバと日本をつなぐアソシエーションの会長をしております赤沼めぐみと申します。本日こちらムレーシアの国会領にある松崎東洋美術館にお邪魔しております。この松崎東洋美術館と私たちのアソシエーションでは、共同関係を結んでおりまして、一緒に、ここにある美術の、美術の情報を収集したりなどしております。こちらにある絵画ですが、これはラグーザ・オタマという日本人の女流画家の作品です。ラグーザ・オタマは、日本人として初めてイタリアに渡って、シチリアのパレルモで活動していた女性です。この絵画はここの館長さんのパオロ・リネッティさんによって発見されました。この松崎財団の創設者である息子さんのお嫁さんエヴァ・ディアに宛てた作品となっております。ここにエヴァという名前も入っています。こちらが日本特有の柿という果物がテーマになってますが、こちらの作品は、アルベルト・ファケッティさん、松木財団の現在の会長さんによって発見された絵画ですが、シチリアを代表する果物がテーマになっております。このラグーザ・オタマとこのエヴァ・ディアの関係を今私たちは探っているところです。この2人の女優画家の女流画家のこのイタリアと日本をつなぐ関係というのはとても興味深いものがあると思っております。そこで、パドリネッティさんは今、展覧会を、企画中ですので、この後の展開をお楽しみに。